Marvelous!戦乱神楽ピーチピーチスプラッシュ、はじめからだな。人、そのすべての命はやがて尽きる。どんなにあがこうとも運命の火から逃れる術はなし。それゆえに人は望む穏やかで長き静寂を。忍び、鍛錬の末に人を超えた存在は長き静寂を望むのか、それとも絶望に抗うのか。 PBS ピーチビーチスプラッシュ。忍びの世界に古来よりあるという謎の水鉄砲競技である。そのルールとは、一つ、善人、悪人、抜け人、死人など一切の立場は不問とする。一つ、大会規定ウォーターガンで勝敗を決するものとする。一つ、忍びとしての特殊能力は全て使用禁止とする。これより始まる物語は裏若き忍び学生たちによる水遊びの記録である。どこまでも広がる白き砂浜に彼女たちがどのような奇跡を残すのか。それはまだ誰にもわからない。さあ、いよいよ始まります。ビーチビーチスプラッシュ、略してピチピチスプラッシュ、もっと略すと PBS。 あの山、この桃、少女たちが打ちまくってびしょ濡れびちょびちょスプラッシュだい。へいへい、いきなり下品だって。おいおい、もっと肩の力抜けよ。硬くなってちゃ勝てないぜ。それにお堅いのはこっちをモニター越しにじっと見てる忍びの重鎮だけで結構。みんな揃ってカチンコチンだなんて学生のイベントとして不謹慎だぜ。はっはー、ミスター K、 ド頭から飛ばしすぎよ。Yes, sorry. さあ、最近の異常気象で季節は夏真っ盛り。あとは主役の少女たちを待つばかりという状態です。では早速彼女たちをお呼びしましょう。運営スタッフ、ヤブミを飛ばしてください。一斉に飛びましたね。では中継です。少女たちの日常を覗いちゃいましょう。どうぞ。この番組は驚きと感動を世界に届け、新しいエンターテインメントの創造を掲げる
株式会社マーベラスの提供でお送りします。夜桜、Hey! I'm 夜桜じゃ聞こえるかの。 Hey! I'm シッキー、ベリープリティジャパニーズ忍者。もしもし、アスカです。聞こえてますか？イカルガです。聞こえますか？カツラギだ。聞こえてるよな。余裕だ。聞こえるか？ひばりだよ。聞こえますか？あやめです。ごひいきに。みやびだ。こちらの声を聞こえているか？ベベだ。僕だよ。応答してくれ。このバカ犬。リョーナちゃんの声ちゃんと聞いて。ホムラだ。聞こえるか？ヨビです。ご機嫌いかが？イカネちゃんです。あたしだよ。ちゃんと聞こえてる？私よ。聞こえるかしら？この声が届いていますか？我よ、ヘイ、アスカ、イカル、アスカです。聞こえてますか？楽しそうじゃの。真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですが、ユミ、どうかしたのか？穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが、でも少しだけ、ほんの少しだけ、少しだけ？もっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これは行きたいんだけど。いやいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩、私塾月仙女学館、忍び学生各位。怪なる炎症の日々が続き、
このままでは眠る山さえ飛び起きる。さらに覚ますが忍びの定め。貴殿を BBS に招待する。わからないですけど、でも何かワクワクしてきませんか。きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。私もみんなと一緒にダンスしたかった。え？そもそもどうして私が司会なのよ。どう見てもあっちサイドの人間でしょ。ただいま不適切な発言がありました。大変失礼いたしました。どこが不適切なのよ。おっとっと、忍びの少女たちが続々と会場に召喚されてきているみたいだ。おうおう、いいねいいね。若くて甘酸っぱい匂いがあたりに充満してきたぞ。なんか引っかかる言い方ですね。もともと若くて甘酸っぱい匂いは充満していましたけど。ははは、売れた匂いの間違いじゃないのかい。はっ、あはっ。さあ気を取り直して、会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。どうしてここに。マジ上がるよね。ちょっと何の代わりにしてるの。なんですって。どうしてもここって一体どこなんだろう。ヒバリたち河原にいたのに。私たちも同じだ。状況が全くつかめん。あのヤブミ、誰の仕業なのでしょうか。わからんな。ただ
これだけの人数を瞬間移動させられる力の持ち主だ。ただものではないということだな。あれ？おかしいですね。故障ですか？静止画しか映らなくなってしまいましたが、モニターかカメラの調子が悪いのでしょうか。ちょっと運営しっかりしてよ。早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだからって水ささないでほしいぜ。本当よ、私を参加者に入れなかったり。ねえ、なんか大きな声が聞こえてこない？何なのでしょう。周りに何台もの浮遊カメラがあるのですが。私たちを撮影しているのか？ますます謎だな。若き忍び諸君、ようこそ PBS へ。早速だが、 PBS の概要とルールを君らに伝えよう。耳をかっぽじってよく聞け。ようこそ PBS へ。私が司会進行のミスターケだ。キリア先生ですよね。ああ、横にいるのは鈴音先生だ。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。以後、正体に関して質問した者は水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。それは困ります。ではミスター K、 PBS の説明を。 OK、 今から君たちに PBS ピーチビーチスプラッシュをしてもらう。ビーチビーチスプラッシュ？それって何なんですか？簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッ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 と激しくやってくれ。水鉄砲大会？なぜ私たちがそんなことをせねばならんのだ。ヘイ、やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。それ以上の理由なんて必要かい？半ば無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。まあ、いろいろあるんだけど、それはおいおいということで。とにかくPBS が終わるまでは誰一人としてこの島から出れないからね。何が何でもやるっきゃないとってなわけだ。はあ、そうなんだ。従うしかないってことだね。でもキリア先生たちが関わっているってことは、これって忍び関係のイベントなんじゃない？そうですね、おそらくそうだと思いますが。それじゃあルール説明だ。まず最初に一番大切なことを言うよ。この島では必ずウォーターガンで戦ってもらうよ。水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とかは使っちゃダメだからね。そっか、それはもうそうだよね。おっと、スタッフから巻きの指示が出てます。時間もないんで早速オープニングバトルいってみよう。チェックだ。5、4、3、2
レッツ。始まってしまいましたね。正直まだ戸惑っているのですが。そうだよね、水鉄砲で戦うってどうすればいいんだろう。そこは安心してちょうだい。うぶな君たちのために私たちが親切丁寧、手取り足取りハウツーだよ。ま、とりあえずやってみるか。そうだな。などまどろっこしい。戦うんだったら私は刀を使うぞ。いやだからそれはダメって言ってるでしょ。勝負はウォーターガンのみで決着、それがルールだから。ウォーターガン以外の攻撃も最低限なら OK よ。いつもの癖でつい手が出てしまうこともあるでしょうし、ただしやりすぎちゃうとペナルティーよ。だって小村ちゃん、勝ちたいなら我慢しなくちゃだね。ならば仕方あるまい。まあそんな難しく考えることはないって。気軽に勝負を楽しんでくれたまえ。さあこのままオープニングバトルを続けるよ。夏のイベントをみんなで盛り上げようぜ。どうだいみんな、今までと勝手が違うけど難しくはないだろう。そうですね、実際にやってみたら意外と大丈夫そうです。 OK、 それはよかった。なんといっても君たちにはこれから PBS で一番強いぬれぬれガールズを決めてもらうんだからね。キャイーン、一番強いぬれぬれガールズってりょうなちゃん、聞いただけでぬれぬれになっちゃうよ。話が進まなくなるからバカ犬は黙ってなさい。もちろんちゃんとご褒美も用意してあるわよ。ご褒美。一番になったチームにはなんと、ダダ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 ダ、欲しいものを何でも一つプレゼント。ヒューヒュー、すごい太っ腹、あげあげ。欲しいものを一つプレゼント。何でもって何でもいいのか。
もちろん、なんでも OK! 家でも、車でも、地位でも、名誉でも、なんでもカモン。どこまで本当かわからないけど、なんかすごい話になってきたね。欲しいものとは関係なく、私はお前だけには負けんからな。ホムラちゃん、それはこっちのセリフだよ。私もホムラちゃんには絶対負けないもん。それは無理だな。無理じゃないもん。いや、無理だ。絶対に無理じゃないって。絶対絶対無理だ。絶対絶対絶対無理じゃないって。いいねいいね、その調子でどんどん盛り上がっていっちゃおう。目指すはホムラちゃんに勝っての優勝だよね。ただのお遊びだと思っていたが、意外とそうでもないのかもしれないな。そうね、ルールは単純だけど、頭を使ってやらないと優勝できないかも。イエス、その通り。実は奥深いんだよね、PBS はさ。ほら、どんどん楽しくなってきたでしょ。しかし、この勝負、水着でやる必要があるのでしょうか。何を言ってくれちゃってるんだい。そこが一番大事なポイントでしょうに。水着、濡れ濡れ、テンションマックス。 Do you understand? キリア先生、はっちゃけてるね。日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。そっとしといてやれ。そうだね。さあ、ここでもう一つビッグなお知らせだ。この大会の様子はなんと YouTube で生中継されてるぞ。 YouTube? 忍び専門の動画配信サービスのことか。その通り。この大会は全世界の忍びたちに実力を披露するチャンスでもあるのよ。そっか、生中継か。それでテレビカメラがあちこちにあるんだね。こんな話を聞いたら、ぐしょぐしょ忍びガールズはますます体がほてってしまうんじゃないかい。いいんだよ、いいんだよ、ほてっていいんだよ。ほてった体は水鉄砲で冷やせば OK さ。ほてった体はともかくとして、生放送されているのでは手は抜けないな。確かにそうですね。月戦の名を落とすわけにはいきません。私の正義をお見せしましょう。5 4 3 2 1 Here we go! みのりピー
確かに、やってみると意外と楽しいものですね。実り、あまりはしゃぎすぎて集大を世界にさらす。すまん。わかってるってば。ユミちゃんもっぱいめがけて発射。キャー、みのりさん、言っても無駄だったか。少しずつコツがつかめてきたような気がします。正義の名のか。ちょっと待ってください。この試合が全世界に中継されているということは、私たちのこの水着の姿ももちろんバッチリお届けしてるさ。 4K、 お肌の質から毛穴の中までバッチシくっきりとね。そんな恥ずかしすぎます。 4K ということは私の顔の小じわも。撮影班、私の顔のアップは NG だ。いいか、絶対だ。下手にアップを取ろうものならお前の命を取るぞ。鈴音先生からとてつもない殺気が放たれている。だんだんとウォーターガンの扱いにも慣れてきたようだね。初めてとは思えない上達っぷり。さすがは裏若き乙女たちだ。ピシャーン。ハンボンちゃん、いきなりどうしたんだミス R。 なぜ私に水をかけたんだい。私もウォーターガンを触ったのが今回が初めてだけど、このように使いこなすことができるわ。つまり私も裏若き乙女、そういうことですね。いやさすがにそれは無理が。裏若き乙女ですよね。そうですね、裏若き乙女っぽいですてぐらいで勘弁してもらったところで、次に進みましょう。レディーゴー。さあ始めようか。いざ尋常に勝負。4、3、2、1、レッツ。急げ、私はまだまだ若いですよ。いや、むしろ今がちょうど食べ頃なの。どうしたのですか、みやびさん。正直動揺している。鈴音先生のあのような姿を見るのは初めてなのだな。何？バカだ。失します。誰もが心の内に狂気を潜ませているか。完全勝利だ。いいね、いいね。
その調子でどんどん濡れてっちゃおう。遠慮なんて1ミリもナッシングだからね。ふんふんふん、ヤギュー、あんたは私がびちょびちょにしてあげるわ。覚悟しておくのね。濡れ濡れになるのは俺ではなくお前だ。涙で顔をぐっちゃぐちゃにすることになるぞ。残念だけどそれは違うよ。びちょびちょになるのは絶対リョーナちゃんだもん。みんな容赦なくリョーナちゃんに狙いを定めてね。あんたルールをちゃんと把握してるの？よせ未来、この女は何よりも欲望を優先する女。説明するだけ無駄だ。びちょびちょのぐちゃぐちゃ。もっともっともっと、カモン。ある意味恐ろしい相手だわ。さて、オープニングバトルもいよいよ大詰め。みんな戦い方やルールはしっかり把握したかな？一つお聞きしたいことがあるのですが、とても大事なことだと思うので。ごめんなさい、気づかなかったわ。私とミスター K の関係のことを知りたかったのね。いいでしょう、お答えするわ。いえ、私が聞きたいのはこの PBS の目的です。ミスター K、この子たちに教えてあげて、私たちの関係について。私が聞きたいのは。そんなこと言われてもね。今はただ二人で司会やってるってだけでしょ。違います、この子たちはもっと私たちの本質的な関係を知りたがっているはずです。当然そのことには私も興味津々です。さあ答えてください。そろそろはっきり言ってくれてもいいのでは。待つのにも限界というものがあります。次に行こうか、早く急いで。質問の答えをごまかされたような気がするのですが。オープニングバトルは終了だ。いつでも相手になってやる。へーはー、
この調子で試合を重ねていけばどんどん上達していくはずだぜ。そうだな、私にはその方が性に合っている。オープニングバトルが終わりってことはこれからが本番なんだね。よし、絶対に負けないよ。悪いが、私たちも負けるつもりはない。いろいろと不安は残りますが、もうやるしかないのですね。どのチームが最後に笑うのか。お前たち、いざ尋常に勝負だ。いよいよだ。すでにびしょびしょになって準備完了の君たちにはピーチピーチスプラッシュでナンバーワンを決めてもらうよ。その大会は名付けて P1 グランプリだ。 P1 グランプリ。 P1 グランプリには予選と決勝トーナメントがあるからね。チームで勝ち抜いて優勝をつかみ取るのよ。あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。ポロリも諸橋も大歓迎だ。いいえ、諸橋は NG です。皆さん、最後の一戦だけは守るように。ミスター K もあまり調子に乗らないでくださいね。そんな怖い顔で睨まないで。これから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょうが、あそこか。とにかく今伝えるべきことは全て伝えたよ。あとはスタートするだけだね。己の持つ力を全て使って勝ち抜きなさい。私たちはいつでも見守っているわ。それでは P1 グランプリ今開幕です。びしょ濡れ忍び出てこいやー。